いはい、魔が差しました。ごめんなさい。それが謝罪の態度ですか。もうこんなのあるなら最初から見せればいいじゃん。あなた地下アイドルですよね。事務所に万引きがバレてもいいんですか。どうしても警察が嫌ならせめて私には従ってもらわないとね。万引きは立派な犯罪です。自分の犯した罪を反省できないあなたを教育してあげましょうか。